環境チャンネル。本当にある意味、まあ、自分の転職っていうのもちょっと普通の入社のスタイルではなかったので、うん、自分も実はピースノートには自分は前職で逆に営業してたの、営業かけてたって感じですね、川村社長の。その当時はまあ住宅関連の仕事をしてて、当時その住宅雑誌というか、そのメーカーさんとか工務店さんが掲載するような雑誌をの営業をかけに川村社長のところにお邪魔してて、うん、でちょっと、自分の方でもちょっと家族ができたこととか諸々変化があったので、ちょっと転職をすることになったんですけども、その時に、まあ、社長に前にいた会社を辞めることになりましたっていう挨拶をちょっと連絡一本入れたんですね。そしたらその電話切る間際に、実はうちも営業欲しかったんだよなっていう言葉が社長からあって、でそれが自分の中でずっと残ってて、それでですね、いざまあ新しい拠点には移ったんですけども、そこも工務店さんだったんですけども、そこの工務店の社長から声がかかって、いざ行ってはみたものの、ですね、現場は特に営業を求めてなかったんですよ。なるほど。いざ入ってみたら、あれこれ自分居場所ないなっていうような感覚があって、それで入社もだいぶ引っ張られて、手伝いだけさせられて、いつになっても話がまとまらないっていう状況で、これどうにもならないなっていうところで自分で判断して、あ、そういえば川村社長あんなこと言ってくれてたなと思って、すぐ電話してそれで拾ってもらったっていう恩義があるので、なんとか結果をまず残さないとなっていう思いで、最初は本当に頑張るというか、遅くまでやってたっていうのは、そういう背景があったからですかね。やっぱりこう社長からまあ声をかけてもらえたっていうことに関しての、はい、やっぱ変な責任感じゃないですけど、はい、なんかありますよね。そうですね。なんか当時の、まあ、せっかく自分に声をかけてもらえたから、まあ期待に応えたいっていうかね、まあそのやっぱりなんだろうな、やる気にっていうかモチベーションの原点はそこだったかもしれないですね、最初は。それからじゃあ入社するにあたって、はい、じゃあまあ最初はいろいろね、事業、はい、まあ事業という呼べるほどまだ、当時はチームっていう言い方だったかな。そうですね。はい。で、プロジェクトみたいな形で動き出して、本当に何からやるみたいな。何をするにも相談をして話し合って、ね、はい、どこを攻めるにしても一緒に移動してましたね。はい、そうですね。当時、営業者が、来たばかりだったんですけど、毎日一緒にいるもんなんで、恋に落ちるところでしたね。本当、家族以上に、共に時間をしてたので。本当ですね。そうですね。まあ、半日以上いるわけですから、家族より長い時間一緒にいて、はい、しかも、社内で、長時間っていう。と軽自動車の中で男2人が並んで毎日運転してるんですで、当時こんなに毎日一緒にいたら好きになっちゃいますねって言ったら、真面目にやめてくださいって真顔で引かれたっていう、あれは傷ついたわまああれは冗談半分本気半分本気半分そうですかねまあでもその回あってっていうのもありますよね。はい、当時のやっぱり振り返ると、あれだけ最初にエネルギーをかけられたからこそ、うん、まあ、今があるのかなっていうのもあるし、はい、まあ、今ではね、仲間も増えて、うん、部下も増えて、はい、やね、組織として動けるようになりましたし、うん、まあすごくいろんな歴史が係長とはありますね。はい、たった5年かもしれないけど、僕にとってはもう10年ぐらい一緒にいるんじゃないかっていうぐらい。とにかくそうですね、何でしょう、時間が経つのが早かったというか、 そうですね、それだけ変化が多かったというか、うん、濃かったですね。濃かったですね。はい。